どうも、高田です。今回もですね、ZAT の分析シリーズということで始めていきたいと思います。で、今回は16節の YS と岐阜線の試合からですね、あの映像はもちろん使えないんで、このボードを使ったものになりますけども、ZAT がこれまで話してきた理論とかね、そういったところにのっとって、えー、解説をしていきたいと思います。 で、えっ、ー、と、ザトがその試合の中でシーンをね、抽出していただいているので、えー、そこを、まあ、このボードに再現して、実際に解説してもらうっていう、分析、解説してもらうっていう感じですね。で、今ですね、えっ、ー、と、概要欄に LINE アットを貼ってあります。リンクを貼ってあります。で、そこでですね、ザトがプロサッカー選手として大事にしている、マインドメンタリティの話であったりとか、えっ、ー、と、実際にザトがその先日の分析をした動画っていうのをプレゼントしてますので、えー、無料で受け取れますので、えー、ぜひ LINE アットを概要欄からチェックして登録してみてください。 それでは早速お願いします。えこれ8分35、まあ、秒ぐらいかな5秒ぐらいのシーンなんですけどセンターバックの選手からサイドバックの選手に入ってこっからワンタッチでここに出てくるシーンがあるんですけどこれはあのあれですねあのインスタとか YouTube で言っていんですけどこれが僕ででここの前に1人いるとでこの入ってきてワンタッチでこの選手がここに入れるんですけど 僕はもうこの時に、これはもうワントップだ、なイメージ。要は、この人さえ抑えちゃえば、裏に流れても、誰も入ってこないなっていうのが、もう分かってる。自分の前に置いてるだから、こっからロンワンタッチで右足でパーンってこうやって切るんですけど、まあ、人によっては、その、このだ、ここに一人しかいない。これ流したらキーパー取ってくれるってことを認知できない、してない人っていうのは、 やっぱこういうボールに対してやっぱクリアしちゃうんですよね。そうすると、結局こういうセカンド拾われて二次攻撃になって、またピンチを招くと。で、自分たちが本来だったらキーパーに流して、マイボールにすれば、こうリアクションでね、また体力つかなくていいのに、それが見えてないと、ここで弾いて、相手にセカンドボールで奪われて、またリアクションでさらに体力つかなきゃいい。 使わななきゃいけないけっていうし、やっぱこういうボールを前ボールにできる選手とできない選手でまたちょっと選手の価値って違ってくるのかなって思うところが一つとどんなにスピードがなくても,もう後ろに流しちゃえばいいやって分かってればこの選手を走ってくるコースに対して入っちゃえばもう前に来れないじゃないですかだからそういう趣味の仕方、だからこのボールが来た時にこうやって来た時にボールに対して行くんじゃなくてボールが来た時にこの選手が走るコースに 先に入っちゃえば置き取れるんでだこういうふ、まあ、うな、このシーンは来て、結局、キーパーが取ったんだ。取ったね、僕がもう完全に体入れて、こんな感じ取ったんですけど。テレビとかで見てるとさ、プロとかでもだよ、なんかさ、いや、なんでそこを預けとけばいいじゃんとかさ、なのにあの、クリアしてコーナーになっちゃうとかさ、サイド切っちゃうとか、うん、そういう場面さ、普通の人が見てても、突っ込みたくなるようなプレーってたまにあると思うんだよね。 それはそういうふうに考えてプレーしてないってことだよね多分、まあ、認知ができてないっていうことでこの辺が認知できてないっていうことだ、うん、じゃこれがより高いレベルで同じようにできるかっていうところは、うん、この自分がその同じようにやらなきゃいけないとかそういうイメージを持って、うんえー、これからもやっていかなきゃいけないっていうのはそうだけどそうだ主に多分こういうので慌ててクリアしちゃったりとかする選手はもうこの選手にやられたくないっていうことだけしか考えてなくて。うん で俺自分はどっちかっていうと、ここでクリアしたところでセカンド拾われたら、やっぱみんながまたリアクションで動かなきゃいけないから、守備の時間だったら長くなって疲れちゃう。そうすると攻撃のクオリティが落ちちゃうから、できることならマイボールにしたいっていうふうにやっぱ思ってる。ゴボウのボールとか、ちょっと分が悪くてもなんとかマイボールにできないかなって思って、 結構ギリギリまでこうマイボールにできる選択肢っていうのを探しながら、まあ、最悪クリアするしかないなって時はクリアする感じかな、うん、そうだよね判断軸が危険回避かマイボールにするっつったらマイボールにできた方がいいわけだよね本当は間違いなくマイボールにな何でかっていうとまずオフェンスが得点できる可能性が増えるじゃん。マイボールの時じゃないとほとんどオンゴール以外は得点できる確率がないっていうのとうん、うん あとボールを持って休める逆に言えば失点することもオンゴール以外ないんで、うん、だからできることならそのクリアじゃなくてクリアにするようなボールでもマイボールにするのが一番いいと思うし逆にじゃあ自分が今 J3 で出てて、まあ、自分のプレーにちょっと注目してもらえれば分かると思うんですけどやっぱつなごうとする意識は自分はある。 意識しててやってる、うん、試合中に例えばここがキーパーが取れないギリギリのとこに自分のとこに来ちゃってもクリアするんじゃなくてトラップしてつなげるとかそっちの方ができればいいってことだよねそうただその分リスクも伴ってくるから、うん、やっぱ練習からしっかりねそういうところの技術っていうところとか判断力っていうところの練習はしていかなきゃいけないけどここじゃ例えば逆にちょっと視点を変えるとザトだったらザトがじゃ例えば 指導者とか監督としてチームをオーガナイズするときに、確かにこのボールって試合になったときって、まあリスク回避した方がいいかもな、みたいな場面じゃん。で、そこで選手たち、育成年代の選手たちがチャレンジをしてミスをしてしまった、みたいなことあると思うんだよね。うん、で、でもここでそのミスを恐れずチャレンジする姿勢も大事じゃん。ここで学んでいくっていうこと。そこはどういうふうにオーガナイズしていく、うん、育成年代であれば、そのチャレンジすることを にあの言うことはない、うん、ただ、えー、プロであればチャレンジするなら成功しなきゃいけない。うん、そこだよねだから、育成年代の人も、やっぱ勝ちにこだわるのは大事だけども、逆にじゃあチャレンジをさせないと、その分、学びも少なくなっちゃうんで、そこのところの、ね、バランスというか、そういうのをうまく取りながら、やっていってほしいなというふうに思います。うんまあ、意外とね、こういうところでしっかりこうマイボールにするとか、 いうことって、あんまりこう監督とかコーチとかも見落としがちなところだと思うんですけど、うん、本当にすごい価値のある、まあ、自分がやってるからとかじゃなくて、うんこう、周りの選手を助けられるプレー、だって守備しなくていいプレーなんで、うん、結構まあ自分の中ではまあ本当に些細なプレーですけど、チームのためのプレーなのかなと思います。ここれれ分49秒ののシシーーンンンでですすねね、うん、次はオフェスちょっととまだあのとか インスタグラムにあげれてないんですけど、まあ、なぜかというとちょっと人が足りなくてあげれなかったんですけど、まあ、ディフェンスの本当センターバック、サイドバックの選手ができるとものすごくプレーの幅が広がって、選手の価値が上がるプレーの解説します。で、まず、その、フォーメーション的な有利をそもそもちょっと考えなきゃいけないんですけど、この試合って僕たちが541、相手が442ということで、えー、っと、2トップに対してそもそもこう、 3枚で、3対2でボール回せる状況なんで、基本的にボールホルダーに対して言ってくれれば、僕がまずフリーな状況になると。で、えー、ボランチが受けに来た時に、やっぱ相手のボランチって、まあ、くさびのコースとか消したいと思うんですけど、やっぱボール制限に行くじゃないですか。行きがち。まあ、ボール制限に来なかったら、普通にここ出しちゃえば、もうこれで終わり。前向きでもう、ールドアップ回避。ここからもう突破の動き入ってくるんで、全然いいんですけど。 こうされたくなくなると、次こうなると。こうやってボランチがちょっとボランチを見がちになる。ただ、やっぱ、このパスを消したいので、ちょっとこっちにいたりとかするんですけど、その時に開くスペースは、ここですね。このボランチが、ボランチに食いついた、ここのスペースですねここ。ここのスペースが開くと。ただ、このボールって、ゴロじゃ通せないんで、ちょっと浮かさなきゃいけないんですよね。そのボール、 が、正確に入れれると、えー、センターバックとして、サイドバックとして、より価値が広がる。まあユーチューブで言ってたと思うんですけど、要は穴開けパターンですよね。だから、ボランチが、442の4のボランチが開けた穴を使う。ただ、これゴロじゃなくて、浮き玉でここに入れるって、フォワードがここでキープしてくれちゃえば、もう、前向きでプレイできるえ、俺、いわゆる育成年代とかで言うけど、チップキックみたいな感じそうっすね。 はい。そこの質はなんか気をつけることやっぱあるのこれ、あんま言いたくないんですけど、うん、言った方がいいんですかはい、言ってください <laughs>。これまあサイドチェンジとか、う,ん、うーんとねキーキーとな、キーパス、いわゆるキーパスとかなるといって、うん、本当まあ僕が意識してることですよ。ここを狙うと、うん、こうなんかちょっと大きくなっちゃったりとかする。うん、で、さっき、 ちょうどさっき話したんですけど、ワントップだったらもう体入れちゃえば、後ろに流れたボールってマイトボールになっちゃって、うん、その、なかなかもったいないってなった時に、僕は結構、もう、ここ超えれば通るでしょって思っちゃうんですよ、ね。うん、頭を。うん、だから、だいたい、じゃあこっから、じゃあここの、例えばですけど、ここのコーナーのこの、この中を狙ってくださいって言った時に、僕がボール持ってて、ここにマーカーが1個ありますと。このマーカーさえ狙えれば、 自然とそのここまでいける、うんあの。正確にパスが通せます、うん、っていうのと、これ何もない状態で、こっからここ狙ってください、うん、って言ったら、どっちが簡単のいや、ここにマーカーに狙った方がやっぱ簡単だよ、ねうん、で、それなんでって言ったら、じゃあなんでここにマーカーがあって、ここ狙った方が簡単なのって言ったら、明らかに距離が近いから簡単じゃん。 だから、もうこれも本当同じ理論なんですけど、じゃあ、こっから、まあここのスペースとか、この選手を狙うより、もうここを超えちゃったら、ここに通るって考えたら、こっちの方が正確じゃん。だから、俺は常にここの選手の頭を、 もう超えればもう絶対通るね、うん、あとはもうこっちの仕事というか、ああ、なるほどね。そう。だってもう完全に体が前に減ってるわけだから、この状態でキープするのはやっぱフォワードの仕事って思ってるから、うん、そこはキープしてよっていう感じで。でロブボールの蹴るときの、まあ、意識の持ち方っていうところだよね。そう。これはサイドチェンジとかでも,もう全部一緒なんだけど、うん、自分の中ではね。サイドチェンジはどういうことサイドチェンジは、例えば、じゃこの、えー、うちのウィングバックの選手が、 ここにいると僕がここからこうやって蹴るときに、あんまりこの選手とか狙わない。うん、この選手の頭を越えればいいでしょって思う。ここを狙っちゃうと、ワンチャンこう出ちゃうこととかあるんで、うん、出ちゃうこととかあるから、これはどっちかっていうと、うこ,の人この人に取られなかったら絶対取る。だからここの、この選手の頭を越えるボールとか、こういうところに、まあ、軌道上だったらこういうボールとか、取る、うん、ときはこの選手に取れないような意識でボールを分ける、ね、だてらこね。 まあ話少しもしてロブボールのまあ優位性というか有利性というかさまあ本来だったら蹴れないシーンでも前に運べるっていうところにあるわけだよねだここで、うん、あ行けないじゃあはいまた横に後ろにってなるとまた攻撃に時間がかかっちゃうけどもロブボールが蹴れることによってこういうシーンでも前に前進していくことができるっていうところで重要な技術っていうところかでまあ一つはここを通す技術ともう一つはボランチに対して ボランチが食いついてこのスペースが空いてるっていうここの判断の技術もすごい大切ですけどこれをやってるとボランチが嫌がってこうなるんでそし、うん、たらもう次はいどうぞボランチどうぞって、うん、やれたりもするからすごく効果的そうだ駆け引きだよね<う>まああね、あの蹴り方についてはあと ロブボールはこれ今回ボードでやってますけど他にも横蹴りとか縦蹴りっていうところもザドが解説してて、まあ、他の動画上が,がってるのでそれもぜひ,ぜひチェックしてみてくださいえっと11分59秒のシーンですねこれは、えっと、自分の中の改善点一つこっから僕が3バックのヘールなんですけどここにボール下がってきた時にここの選手これ非常に足が速い選手なんですけどが このランンニグしてくれるんですよこうやってガーッて裏に、うん、僕がボール持った時に持ってパーンってルックアップした時にでここが走ったおかげでこの3バックが全員下がったんですよその時に僕は、まあ、足が速いんでこっちをチョイスしちゃったんですけどこの瞬間にここがめっちゃ相手ワントップが、うん、だから自分としてはこ,こから走った時にやっぱ 2人の選手プラスここの選手がどういう動きをしてるかっていうのを見なきゃいけないでこの瞬間に走った瞬間に下がった時に自分ここ入れてしまったんですけどあこっちでもよかったここでよかったなっていう、まあ、改善点、うん、さっきの言ったログボールみたいな、うん、だからまあ自分が試合を見返して、えー、反省するとことかあこうしたが良かったなっていうのはまあこ,ういうこういうことを見たくて振り返りのフィードバックを見てる これでもさザットとしては走った、下がったとこまでは見えてたわけだよねいや、見えてないあ。見えてなかった、そこが問題だったってことか俺はもう、この選手がもうスピードっていう武器があるから、正確なパスを通せちゃえばいけるでしょって思ったけど、うんうん、やっぱディフェンス陣の反応もすごい良くて、うん、一気にガッて下がったんで、その瞬間にここを見れるようにしなきゃいけなかった。だから、最初からもうこ,のこの選手が走った瞬間に、もう決め打ちしちゃってた出そう<ー> 決め打ちはやっぱダメだよね。ダメだよねって、ダメ出してるわけじゃなくて、うん、結構そういう選手育成でもいいんだよ。もう状況変わってんのになんで、そのプレー選択すんのっていう。そうね。だそう、シチュエーション絶対変わるから、うん、やっぱ選択肢はやっぱ一個じゃない方がいいけど、とは思う。だこの人は僕の判断ミス。決め打ちをじゃあ次しないようにするためにはなんか意識してることとかの顔、例えば顔上げとくとか。そう、だから決め打ちを、 しないために、こう決めてしまった原因を探すためのフィードバック。うん、自分の場合は、まあ大体、見返して、頭で、このシチュエーションを何回も何回もイメージする。うんうん、で、同じようなシチュエーションになった時に、変えれるように。うんうん、だから、何回も何回も自分はイメージする。もうキックの質とか、そういう技術は、自分の中では、まあある程度、まあ問題ないかなと思ってるんで、あとはそこの判断の質。 ここやっぱ上げていく判断の質にやっぱ技術もそうですけど限界はないんで絶対に、うん、で最初のイメージからすると速いから走ってくれて通してこのままキーパーと1対1っていうことを想定していたと次のパターンとしてここがもし読まれた場合はロブボールに変更するとそうこういう方な、ね、そうそうそうだからその決め打ちさえしてなければ、まあ、割とそういう 途中でキャンセルして最初の選択肢を、うんえー、次の選択にすることはできる。例えば、これでフォーバックが相手がここ並んでて、僕がここ持ってる時に、このサイドの選手がここにランニングしてくれた時って、僕基本的にこの選手しか見てないんですよ。うん、なんでかっていうと、ここランニングしてくれたらダイヤゴナルにランニングしてくれた時に、ついてったらここ出せるし、うん、基本的にはありえないんですけど、これに対してついていかなかったら直接ここ出す。うん だから、この瞬間にボールがないところで、ここで2 1ができてるんですけど、この選手の対応を見て、自分は蹴る方を変えなきゃいけないんで、本当、霊コーマ何秒の話なんですけど、うん、選択を変えれる技術は持ってるんです、で、うん、に。だから、ここでも同じように、そういう風にすればよかったなと。この選手が走った時に、だから2個の選択肢があれば、 最初かどっちかに出せたのに自分はこの時1個の選択肢しかなくてこっちを使ってしまったっていうところ、うん、いやこれさすごい難しい質問になっちゃうんだけど変えられる変えられる技術は持ってるって話だったんだけどそれはどうやって身につけたかって、うん、自分の記憶というかそういうのをたどれる要はさ変えられる技術があるから振り返りをした時にこうすればよかったああすればよかった次はこうしようっていう風になると思うんだけど、うん、そもそも変えられる技術がない人っていうのは振り返りしても結構難しいと思うんだよね どういうふうに育成年代でこういうふうに身につけてったなとか、辿れるものがもしあったら、そこの話もあったら面白いかなと思ったんだけど。なるほどね。まずは、キックの種類だね、やっぱ多くのキックの種類をその身につけなきゃいけないっていうのも、こっちにいけるボールとこっちにいけるボールで、やっぱキックの質が違うんで、それを、こう、本当ギリギリで足の角度をこうできるかこうできるかみたいな。っていうところが、まず一個と、 もう一個は、ボール回しみたいなもんなんですよね。縮、うん、図としては。だってボ、ね、4対2のボール回しって、ギリギリまで相手見て、足首で変えたりとかしてると思うんですけど、うん、それと同じっすよね。結局。だギリギリまで相手見て、あのー、判断を変えてるっていうのは、はっきり言って4対2の技術と一緒だと思うんですよね。だからさ、ボール回しとかね。ベルディよく4対2めっちゃやるからね。 4対1とかボール回しね。うん、そこで身についたの一つあるかもしれないねっていうのと、うん、あと一つ面白いのが、やっぱここにボールが蹴れるから見れるっていうところだよね<う>で。ここに蹴れない人はそもそも選択肢として、物理的に存在してるけども、この人の選択肢としては存在してないわけだよ。蹴れないから。だから蹴れるようになるっていうことと、4対2の中で、まあ、相手の微妙な動きに合わせて自分のプレイを変えていくっていう経験を積んだっていうのは、そのザトの変えられる技術っていうところに繋がってるのかなっていう思いますね。 例えばこれボランチやってても本当一緒で、まあ、自分がボランチやってる時に相手のここにサイドハーフとか4バック行ってここに4枚中盤がいた時にこれローテーションしてサイドハーフが内側入ってサイドバックが出てくる時とかあるじゃないですか、うん、この時にもうここしか見てないここが内動けば追い出すしここが外なびけば ここにいる距離は違う。さっき言った、こっからここと、こことここで距離は違うけど、あんまりこ自分に来てる敵とかは見てなくてこ、この選手がどっち動くかしか見てない。で、この選手がナビった逆に出す。で、こ,こ,でこう来たら、もうここ、取っちゃえば、このままいけるし。逆に俺が外出すと思って、こう開いたら、落ちてくれて、こうついて穴が開くんで、ここいけるし。 ここしか見てない。これがどう動くか。もうここで2-1できてる。でここで2つ認知できてるっていう認知をしなきゃいけないのと、もう1個は、もうこの選手がどう動くか。自分に対して来てる敵じゃなくて、こっちを見る。この選手を多分見がちない人が、そのプレッシャーに感じて、こっちを見れない人が多いかもしれない。うん、でも本来逆で、この選手は関数視野で見といて、見るべき敵はこっち。相手はこっち。で、ここ1本スポン、スパンって入れちゃうと、 今度この選手、絶対こうなるんでしたらどんどんここ使いちゃいます。えー、これ15分36秒のシーンなんですけど、この真ん中のセンターバックが今ちょっと右で打てて、こっからキーパー入って、で、僕に入ると。で、この時に相手のアプローチがこう来るんですけど、まあ、僕はあんまりこう、横からプレス行くよりは縦から行った方がいいんじゃないかっていう話はしたと思うんですけど、これ横から来たんで、僕はキーパーに返そうとしたんですよ。 したら先動いたんで、うん、スッって前に出たんですよね。だから横から行くと、こういう抜かれ方しちゃうんで、まあ気をつけてくださいと。そう、これ前ね、話したんで、もう一回改めて紹介します。他の、あの前の動画を見ていただきたいんですけど、ちょっと改めてまた、プレスの書き方の説明をちょっとしていただけると。あ、プレスは、まあ、ファイブレーンってよくオフェンスの時使うと思うんですけど、ディフェンスも自分は、こう、ファイブレーンで縦に縦に行った方がいいんじゃないかっていう話をして、 ユーチューブ見てもらえば分かるんですけど、だからそれから言うと、まあ、こう来た時に、まあ、こう行くなら、もうこれも縦に行っていいのかなという感じ。これをまあ最初から横に行って、もう一回横に行こうとすると、自分としてはやっぱ外しやすいなっていうイメージだやっぱこれがこう来られたりとかする方が、横に逃げるしかないので、嫌なんですけど。うん 横から来てくれて、また横に行こうとしてくれると矢印が折りやすいんで、うん、スってこう前に行けるで。それが結構顕著に出たシーンだったってことだよね。そうですねこ<う>で。これも本当、ボール回しの縮図ですよね。2> うん、4 2とかでよくこっち出すふりしてる、こっち出したりとかすると思うんで、それがその試合になってるだけっていう感じです。うん、で、ここ入っていった後と、ザトはどういうプレーを選択したの僕は普通にこのボランチの選手に普通につけたんですけど、振りなって。 でこの選手は最前にしたんですけど、まあ、ちょっとでかくて出ちゃった。そうですよね。このプレスの顕著なパターン、状況ということでまあ解説いただいたっていうところですね。はい。まあこれよく多分プレスをどういうふうに自分が受けてるのかっていうのを、まあ、試合中なかなか意識できないんで、やっぱ振り返りでこういうふうに映像に撮ってみると、あこっから受けてたからこっち行けたかなとか、あっち行けたかな、こういうプレイできたかなっていうのは多々あると思うんで、 やっぱりザト、ざとともお勧めしている通り、自分の試合をしっかりとって、後から振り返るというところで、えー、やっていただければいいのかなというふうに思います。